おはようございます。1月21日の小江戸川越です。ラジオ川越で一番地味な番組、ちょっとディープな観光案内のスタートです。30分というお時間ですが、よろしくお付き合いください。この番組は FM88.7MHz 川越市脇田町のラジオ川越よりお送りしております。この番組はガイドブックなどではあまり紹介されてないけど、よーく見てみるとはたと気づくようなちょっとディープな川越の横顔や、身近にありすぎて普段はなかなか見えてこない隠れた川越の魅力、また歴史や民話、伝説などを絡めましてゆるくお伝えしていきます。時にマニアックすぎる内容やニッチすぎる話題もちょくちょく登場いたしますので、あらかじめご了承ください。そして、この番組は旅行や散策で川越にいらっしゃる方はもちろん、地元のお住まいの皆様にもぜひお聞きいただければ幸いでございます。最後までよろしくお付き合いください。この番組は小西様、コスモ様の提供でお送りいたします。いいね、まるでこうラジオで提供のコールをしてるかのような、してるわ、してるんです、してるわ、はい。ご挨拶をくれました、小江戸川越のラリクラリとアシスタントの辻坊こと辻原真由美です。はい、よろしくお願いいたします。ということでね、もう時の経つのは早いものでして、はい、今年もね、残すところ11ヶ月と2週間となりました、はい。もう本当に早いもの、ね、早いよね、皆さんこの1年ねどんな1年だったでしょうかっていうあと11ヶ月あります、はい、ありますね、あります。これだいたい落語でやるネタらしいんですよ。あ、年明け早々にやるんですか。うん、年明けのね、だいたい4週ぐらいで、うん、時の経つのは早いもので、今年もあと11ヶ月とちょっととなってしまいましたこれね、商店かなんかで見た記憶ある。あ、なるほど、もしかしたら先代の円楽さんだったかな、はいはい。うん、なんかそんなことをね、南信介さんなんかでやっておりましたけども、時代が、はい、座布団は山田さんじゃなくてね、はい、松崎誠さんでございます。じゃあ私の知らない、そうそうそう、時代ですね。でも表彰されたんですよ。え、ね、自己紹介 の時にちょっとお話をして、はい、必ず最後に手を挙げて横断歩道を渡りましょう。あ、絶対見たことありますね、うん、これ入れるわけですよ、はい。うんね、冬場だと結構みんな億劫になってね、うん、安全確認とかあんまりしなくなっちゃう人がいるんですよ、はいはい。だから、まあ、これ横断歩道を渡る人もそうですけども、横断歩道を渡ろうとしている人とかね、自転車の方なんかも皆さんぜひ気をつけていただいて、うん、交通事故を、ね、なくしていきたいなと思っております。はい、まあ、そんな私はゴールドカードですけど、素晴らしいです、ね、すごいです、うん。バレなかっただけじゃないかって、いやいやいや、説もあるんですけれども、きちんと運転されてらっしゃる、はい。あ、もう40年ぐらいになるかな。42年か、18で撮ってるから、へー、うん、42年ぐらいで、ここ30年は捕まってない。すごい、うんうん。だから初めの10年で全部やらかした感じですね。追い出したんですね。はい、追い出しました。まあ停止とかはなかったですけど、あ、違うわ、免許取る前に捕まってるわ。ちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってください、はい。P ですよ、P、まあ、そんなですね、過去の、楽しいお話はともかくとしましてね、はい。ね、先週先々週でお話ししたのが、今年は川越市の郊外もやると。そうなんですよ ね、郊外ってどこよって話になってくるんですけど、まあ、ざっくり言いますと、蔵の町エリアとか、なんていうの、クレアモールの界隈を、まあ、一応、まあ、繁華街中心街というふうに仮定しますと、あと周りがね、昭和30年に合併した、旧休暇村、まあ、旧休暇村をもう皆さんね、この番組ではね、タコに耳ができるほど、やって聞いていらっしゃるかと思いますけれども、うん、そういったところもね、まあ、これ実際に行くっていうのは結構ハードルは高いんですよね、うん。歩いて行くには少し遠いというか、川越からは、うん、そうですね、多分私が限界なのは川越駅を中心として半径2キロぐらいだから、うん、あ、行けるわ、あ、行けるんですね頑張れば行けるわ。新河岸とか南古谷って普通に歩いて行けるし、うん、本当ですか。うん、あとちょっと頑張れば4キロ圏内だったら南大塚とかね、歩いちゃいます、歩ける。だって人間は時速4キロで歩くから、
ということは、1時間で行ける。1時間で行ける。ああ頑張れば行ける。そうそうそう、頑張れば、うん、最近頑張りたくないんですけどね。そうですね、無理なさらず、うん、私も無理したくない。もうね、車があれば車で行っちゃうんですけれども、まあ、そんな中でね、意外とこう川越の中で、うん、まあ行ったことはないにしろ、うん、名前を聞いたことがないって方はまずいらっしゃらないだろうと、うんうん、いうスポットがございます。どこでしょう。これがね、川越のウォーターフロント。ウォーターフロント、うん、お水だ。お水でございます。そうです、伊佐沼でございますね。伊佐沼、はい。これ伊佐沼ってね、まあ多分そろそろね、皆さん、あの話にまたくっつけてくるなって予想されてる方が おそらくね、まあリスナー10人中13人ぐらいいらっしゃると思うんですけども、はい、うん、伊佐沼って、自然の沼では、はい、関東で2番目に多い。そんな沼が、はい、川越にあると。あります。これはもうね、まあ、バスも通ってますから、はい、ハードル結構低いんですけど、まあ、ただバス停からちょっとあるかな。はい、一番広いのが、うん、確かね、霞ヶ浦。霞ヶ浦、茨城県、茨城県と千葉県の間っこあたりかな、はい、うん、霞ヶ浦っていうのがありまして、これがまあ日本で一番、関東で一番大きい沼って言ったかな。で、自然の沼としては関東で今でも2番目の大きさになっております。すごい、はい。で、この伊佐沼が、伊佐沼大体ね、東西におよそ300メートル、南北に1キロメートルの沼でございまして、まあ、一周するのにだいたい小1時間ぐらいかかるかな、のんびり歩いてるからね。そうな、うん、だって、1000、2000、2600メートルぐらいだから、いや、うん、まあ、本当のんびり歩いてれば小1時間かかります。はい。それでこの沼が実は今でこそその大きさなんですが、はい、戦前から戦後にかけては今の倍ありました。倍です。2倍、はい、ありました。で、これがね、北側に、はい、沼が広がってまして、うん、で、なんで今ね、2分の1になっちゃったかっていうと、干拓されたんですよ。干拓ね、まあ、乾燥機じゃなくてガスの干拓じゃないですけど、はい、まあ、いわゆる食料増産をすると、うんうんうん、いうことで田んぼにしてしまえと。なるほど。いうことで干拓をしました。なので、これね、昔の地図出せるかな、今自宅で聞いてる私、はい、昔の地図と今の伊佐沼の地図を比較すると、伊佐沼がいかに大きかったかって分かるんですね。はい、うん。で、まあ、ちょうどね、なんていうのかな、今夏場になるとハスが咲くスポットがあるんですけど、ここのところに道路が通ってます。で、ここでズバッと切れてる感じなんですよ、うんうん、もういやいズバッとって感じでね、まっすぐあれ、はい、もうね、出てくるネタがいちいち古いって言われてますけどね、ちょっとナウなヤング向きではないんだよね、この番組ね。、はい、ちょうど良いと思います、はい。で、干拓した、ここまで干拓したみたいのがなんとなくわかる感じでございます、うん、はい。で、干拓する前の伊佐沼っていうのはね、これなんか自然の沼とは言いながら、なんかちっこい沼が集まってた感じだったらしいんですね。で、これを一個にしてしまえというふうにやったのが、当時の豪族、ね、豪族の方で古い尻尾の尾に、谷ですね、古親さん、はい、古親氏の部下で、はい、伊佐氏、まあ、伊佐沼の伊佐ですね、はい、という方が干拓をされた。へ、で、干拓じゃねえわ、整備をしたと、はい、で、名前が伊佐沼になったという説がありまして、で、実はこの伊佐さん、もうここまで来たら多分展開読めてる方もうツイッターに書き込んでいただいて結構ですよ、うん、はい。この伊佐さんですね、その後に、うん、鎌倉幕府かなんかの奥州藤原征伐っていうね、うん、いうのに参戦しまして、で、そこそこの手柄を上げたわけですよ。で、ご褒美にですね、今の福島県の伊達郡の土地をもらったんですよ。
じゃあここ君行ってここをね、君の領土にしなさいとご褒美いただいたわけです、うんうんうん、で、その伊達の地に行って、今度は名字をね、まあ、当時の方ってちょいちょい名字とか名前変えるじゃないですか、はい、ね、なんで、これを、伊佐から伊達に変えました。伊佐から伊達に、はい、ほらなんかそろそろきな臭い香りがしてきましたね。で、この伊達、伊佐改め伊達氏の17代目後が独眼竜政宗というふうに言われておりますので、川越と仙台というのはつながっているというですね、ものすごい説が出てくるわけです。政宗さんのご先祖様が川越だった、川越の沼を広げた、はい、そういうこと。うわーすごい、ね、なかなかロマンはあると思いますね。これね、確か小江戸川越よもやま話っていうようなちょっと柔らかめの分厚い本に、うん、載っておりまして、結構ご存じない方多いみたいです、うん、はい、知らない知らない、うん、これはさすがに漫画川越の歴史には乗っかってないお話なんですね、うん、で、このね伊佐沼っていうのは、その干拓前っていうのは、まあ、確かに今より広かったっていう話で、どういう状況になっていたかっていうとね、今絶賛工事中なのか建て替えなのか解体なのかちょっとよくわからないんですが、うん、吉野農協っていうのがね、うん、ありまして、そこのあたりまで、つまり上尾に向かう県道まで広がってたんですよ、うん、だから本当ほぼ倍です。倍、うん、だから南北に、2キロ、東西に300メートルぐらいで伸びたわけですから、今度回るのにこれ2時間ぐらいかかりそうな内容で、まあ、今行くと、そこら干拓した場所っていうのは、まあ、干拓の時に入った、生産者の方とか、あとはちょっとした神社、それからあとほぼ田んぼ、まだ今も田んぼ、 田んぼです、田園地帯。ところがここに大きな名残が一つ残っております、うん、はい、これがね、これが伊佐沼水門というのがあるんですよね。水門、うん、水門がありまして、実は昭和6年に作られたアーチ型の門柱がねすごい特徴的な石なんですよね。伊佐沼石とも呼ばれております、うん、はい、で、これね冬場ですと、ちょうど今の時期ですと気をつけて見てれば車からでもチラッと目に入るんですよ、うん、で夏場は草がわしゃわしゃ生えてくれるんで見えないんですね、うん、で夏場に観察しに行っても虫に刺されるだけなんで今がチャンス、今がチャンス、今がチャンス、真冬、はい、はい、でこの伊佐沼堰っていうのはかつて赤間川に、まあ、設けられた農業用水の取水堰だったんですね、うんうんうん、だから要は伊佐沼から水取って田んぼに水流そうぜプロジェクトがあって、はいはい、ただ竣工からわずか7年後、はい、昭和13年1938年には新赤間川、つまり今新河岸川って呼ばれてる場所が掘られて、はい、新河岸川、はい、掘られて、はい、でこの時にこの伊佐沼堰の代替施設として、うん、今は春の桜並木としてとても映えるポイントとなっている氷川神社裏手の田谷堰という堰をはじめ4つの堰が建設されたんですよ、はい、ね、田谷、白下、古仙場、滝の下、だいたい1キロごとに1堰、うん、でそこからこう灌漑用水を出していたわけですね。でまあ、現代はもう当然、堰としての役割を終えておりますけど、うん、土木学会の、ね、近代土木遺産に選定されてるっていうね、まあ、作りがこうアーチ型っていうのがねおしゃれじゃないですか、うん、確かに、うん、だって堰なんだからもうちょっと実用的にガン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 って作っちゃって、そう、ね、そう、ね、止められればいい、ね、ドバーンと落とせばいいわけでしょ。そうですよね、うん、それがアーチ型に作るっていうのは、まあ、作られた年代が昭和6年ですから、うん、ちょうどね川越昭和の町のね看板建築みたいな、はあ、うん、そんなね、こう見る人が見れば素敵だなっていう、はい、多分ね興味ない人が見たら何これって思ったんだけどねもうそれってはもう 身も蓋もありませんので、うん、で東武東上線とね、これ行き方 JR 川越線の川越駅東口からは、はい、まあ、もしくはこれ新、西武新宿線の本川越経由しますんで、東武バスの上尾行きとか
埼玉医大行き、枚方行き、川越運動公園行きのいずれかのバス、はい、これ四ツ谷入り口バス停っていうところから下車するんだとしたら、はい、市内方向に300メートルぐらい戻ればあります。四ツ谷入り口バス停、はい、あります、はい、ね、こんな感じなんですよ。へ、面白いでしょ。面白い、うん、こういうね、水盆とかも紹介してるのが野外くらいだと今は使われていない。使われてない、でも後だけ残してるんですね、はい、で、新赤間川ってさっき話が出たってことは旧赤間川が残ってるわけですよ、うん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 、でこの旧赤間川が、実はこう今でも流れているんですが、うん、誰がどう見ても用水路にしか見えないっていう。もうほとんど水はそんなの川っていう感じではない、うん、川って感じじゃなくて川って感じかわいいそんな感じで流れてます。はい、あの平屋関から一回暗渠って言って地下で分岐して、はい、でそれからね、確かに 食品配送センターって大きな建物あるんですけど、うん、そこら辺の横にょろっと流れで254の下くぐって吉野の方に流れてます、うん、はい、だからあの辺の橋をよく見ると旧赤間川とかね、うん、あの欄干にくっついてます。はい、それ面白いですね、うん、でこの伊佐沼ってね、うん、干拓される前はなんか島があったみたいですね。島沼の中に島があったらしいと。で今はちょうど干拓されて周りも若干埋め立てられてるんで、うん、半島みたいになってまして、うんうん、そこにね、神社がございます。素敵。でも神社といえばですね、はい、伝説ですよね。神社には伝説がつきもの。もう伝説つきものです。つきものってあの取りつかれる方のつきものじゃないですよ。つかれてる、はい、ということでね、ここで大好評、ナレーターが本気で読む川越の伝説来ました。はい、これはね今回ね、さっきの水門から伊佐沼につなげて、はい、今無理やり話をつなげました島島の、はい、これにつなんでの伊佐沼の伝説から、では辻坊、はい、真剣にお願いいたします。はい、今日のお話は伊佐沼の大方貝です。伊佐沼は昔はもっと広く、中ほどには小さな島がありました。その島には薬師堂があり、行基作という像が本尊であったと言われています。目の病気に霊験があらたかであると知られており、近くから参拝の人が絶えなかったそうです。そしてこの沼には、沼ができた時から住んでいるという大方貝がおりました。ある時大雨が続き、沼があふれ、薬師堂のある小島はひとたまりもなく沈みかけました。しかしその島は沈むどころか、どんどん浮き上がってくるではありませんか。これは沼の主である大方貝が島の下にいて、薬師堂を背負ってお守りしていたからであると言われ、薬師堂は水に浸かったり流されたりすることはないのだそうです。薬師堂と伊佐沼の風景の素晴らしさから、三好の八景の一つとしても数えられ、九十ヶの水源にもなっています。おしまい。はい、ありがとうございます。グジュウガって初めて聞きました。グジュウガですね。あ、グジュウガ、ごめんなさい、これはね原稿が間違ってます。すいません、はい、原稿が間違ってんで、後でツイッターでアップしておきます。90の川と書いて、そう、90の川、多分ね、カッコを入れる時に輪を消しちゃったんですね、私ね失礼いたしました、ね、グジュウガでございました。はい、グジュウガでございますね。でもこのグジュウガって、今の新河岸川ができる前は新河岸川って呼ばれてます。うん、うん、だから話がどんどんややこしくなってくるんですよ。元新河岸川、もう元新河岸川、ややこしい、本当ややこしいですよ。新河岸川、はい、だからその時は新河岸川は新赤間川だったんです。うん、もうだからね、ややこしい、
これね、何が真なんだか分かんないから、もうそれこそカタカナに真つけたいっていうね、エヴァンゲリオンみたいな感じでね、真真がしがみたいな。本当ですよ、うん、なんかそんな感じがしますけどね。この貝のね、貝大方がいて、うん、大きな片方の貝、多分こう二枚貝だと思うんですが、うんうん、貝柱でかいでしょう ね、 でしょうね、これね。お寿司何人分ぐらい取れるんでしょう。本当で神社を、島を持ち上げてしまうんですよ。飛行石ですよ、ね、鉱石ラピュタですよ。鉱石ならぬ浮上石みたいなねすごい、うんうん、結構スケールでかいですよね。この大方貝の力がもっとあれば、薬師堂はね、宙に浮いたかもしれない。本当です。こどんどん持ち上がり、持ち上がりでね、井上あずみさんのあの曲が流れてね、あの曲流れ、うん、流れねえってでもね、これ伊佐沼周囲って結構伝説ありますよ。やっぱり水辺っていろんな伝説生まれるじゃないですか、うん、と同時に怪談も生まれるんですけども、うん、だから、まあ、ある人はこの伊佐沼周辺が夏場には背中が涼しくなるような場所だっていうふうにも言ってますけどね。何にも感じないけどね、私ね。分かる人には分かってしまうかもしれない、はい。で、今のね、席もそうなんですけども、はい、ちょうど今それこそ冬場なんで、草があんまり生えてない、うんうん、まあ、私の話では草ばっかり生えちゃうんですけども、うん、あの草があんまり生えてない、観察するにはもってこいなんですよ。うん、ただ、ね、田んぼっていうことは開けてるわけですよね、土地がね。風めっちゃ冷たいですから寒そう、はい、遮るものがなく、もう遮るものは何もない風、うん、なのでまず暖かい格好をしていっていただくということと、はい、あとはね、去年一昨年かな、この伊佐沼のすごい近所に、うん、天然温泉ができてますので、はい、ここでね、この間散策した後にちょっとひとっ風呂浴びてね、冷えた体を温めて、ね、温めてバス停まで行く間にまた冷えちゃって、また冷えちゃってあると思うんでね、ぜひこういったところも一緒に合わせていただければいいんじゃないかなと。でこの伊佐沼のね、この公園の近くにはね、はい、まあ、これをね、川越で古くからいらっしゃる方は記憶にあるんですが、マルヒロの裏にあったあれっていうのがあります。何なんかね、整備した時のモニュメントがあるんですよ。モニュメント、はい。でこのモニュメントが、いつの間にかマルヒロの裏にあったんですけど、ここ再整備するときに消えちゃったんですよ、10年ぐらい前に。ほう。でどこ行ったんだろうと思って探したら、伊佐沼に移ってたっていうね。はい、沼に飾られてる、うん、伊佐沼の近くの、東行楽館かな、うん、っていうところに飾られてます、はい。非常に不思議なモニュメントでございまして、多分ね、この形の不思議さでは、昨年解体された川越駅前の、うん、平成の時の鐘トキオに、匹敵するくらいシュールな形しております。どんなんだろう、ね、うん、これね、写真撮ってたら出しますわ。ぜひよろしくお願いいたします、ね、はい。でところが、まあ、私その造形は、ね、あの美術とかそういったものは全くセンスがないんで分かんないんですけど、うん、はい、むしろその下のあの疑問があるんですよね、うん、いわゆるこう、この日は、こういう人たちが寄付して作りましたよ、ここのとこに、ここをよく見ると本当にシュールって、シュールじゃない懐かしい、はい、企業さんの名前とかが入ってたりするんで、はい、うん、これはね、ぜひもう近くまで行ったらついでに寄って必ず見てください。見てほしい。で、なぜか、おそらく上野寛永寺発の石灯籠もなぜかありますので、はい、うん、だからある意味シュールな風景石灯籠、石灯籠があるんですか、うんうん、少なくとも機体の噴水で使った灯籠ではないと思いますけど、うん、なんか結構ね、面白いものですよ。面白い、はい、もうなんかね、こういった感じだと伊佐沼だとね、おそらくね、陽気のいい日だったら一日いつも飽きないな。あ、そんなにですか。うん、うん、ぼーっと歩いててもいいし、まあ、私だと伊佐沼をスタートして、はい、伊佐沼のほとりを走っていた路面電車の跡地をね、巡るとかね、うん、というのもできますので。で伊佐沼だと確かね、伊佐沼公園入り口ってバス停だったっけな、うん、西武バスにありまして、はい、これが本川越から大体20分ぐらいで、うん、運んでくれますので、そこのバス停から歩いて
7分ぐらいで伊佐沼が見えてきます。伊佐沼が見えてきた俺の家も近いなんて歌なんかねねえけど勝手に作っちゃった。それエボシー話題ね。何あのサザンオールスターズじゃないけど。サザンですか、ね、うん、あの勝手にシンドバッド、あ、うん、勝手に伊達政宗誰か作んないかな作ってほしい川越の歌で すげえおふざけモードになっておりますけど、うん、でもね、うん、あの川越ってそういった意味では水には恵まれてるんです、ね、本当に水の、うん、お話がたくさん出てきますね。そうそう、水の都、本当に隠れた水の都川越っていう。だからちょうどねこの伊佐沼っていうところが低低いところなんで水が溜まりやすい、うんうん、それから、西側に1キロぐらいのところはいわゆる武蔵野大地なんで、うんうん、大地の中は地下水が流れるものと相場が決まっております。で大地と、平野の際には水が湧いてくるものだっていうふうにね、日本国憲法でも決まっておりますので、決まってた、はい、うん、そういったところでは水が湧きやすい、はい、おそらくね、またねあのいつもの海の画像が出るぞっていうふうに想像されて皆さん、うん、今週も出しませんので、出しませんから想像にお任せいたします、うん、まあ、海の部分だったから土地が低いのは当たり前の話なんで、うん、まあ、そんな伊佐沼ねぜひ皆さんですね歩いてみてはいかがかなと。なんかお写真も綺麗に撮れそうな。夕方は映えます。そうですか。あのはっきり言ってガラケーでもそこそこの写真撮る、造形さえあれば、うん、あ、これねあの私がねあの自慢っぽく載っけときます。あ、ぜひぜひ、はい、お願いします、はい、あの過去代々の写真を、ね、あ、見たい見たい、載っけてます、載っけておきますのでね。まあそんなこんなで今日まともに観光案内した？観光案内ですよ。しましたよね。これは行ってみたくなります ね、しましたよね。うん、じゃあそろそろあれかな、あのエンディングに入りましょうか。はい、エンディング。じゃあまああのいつもね奈良倉さんがご紹介忘れるので、はい、はい、これね、はい、はい、先にスポンサー様のご紹介を。この番組は小西様コスモ様の提供でお送りをいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、本当に。あ、このありがとうございますでねスポンサーさん増えるかもしれないこれあれかね、今度あの使った台本に筋棒のサイン入れてスポンサーさんに送るっていう奈良倉さんのキスマークを入れて。いや、それ全く重要ねえから、うん、ご希望の方はね、ダイレクトメールください筋棒のサインくれっていうね。あの私がこうめちゃめちゃ書き、何この書き込んだ台本を、うん、あ、それね、すごい価値がありますよないですよ、はい、うん、そのね、台本とかにサインっていうのは、はい、どれだけ価値があるかっていうのは私来週お話します。あ、本当ですか、はい、聞きたい聞きたい。来週お話します、忘れてなければね、はい、はい、まあそういったことでお送りしてまいりました。ちょっとディープな川越観光案内いかがだったでしょうか。今回はまともに観光案内してたような気がします。はい、この後12時からはワンコラカラオケ歌自慢バージョン 2.0。 今日はねどんな方が歌うのでしょうか、ね、非常に楽しみでございます。まだまだ寒く乾く日が続いております。皆さんぜひですね、水分補給、などをしながらね、暖かい、服装等でですね、川越市内の散策をしてみてはいかがでしょうか。それではですね、本日も小江戸川越でお楽しみください。